どうもこんにちは。宣伝部長の小市です。今日はジャニーズ超大手企業解約祭りってことでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで、ジャニーズに対しての、まあ、世間の目がどんどん厳しくなっている状況なんですけれども、まあ、超大手企業がですね、続々解約するぞということになってまして、 でやっぱりでかい企業からそういう発表が続いているのってそうなってくるとでかい企業の仕事をしている人つまりめちゃくちゃ売れてる人から影響が出ているというか大物から影響が出るわけですね。まあ、そんな中で多分ジャニーズ事務所における最大の大物は木村拓哉さんであるというところであってマクドナルドとか日産とかねもうそれ以外にもたくさんの、まあ、大手企業が まあこうやめますみたいなこと言ってるわけですけどおそらく木村隆さんの影響大きいと言いますかまあ正直木村隆さんって大企業しかやってないでしょそうなっちゃうと全部飛んじゃうんじゃねっていう話からですねそれ以外にもですねジャニーズがもう圧力これねやめますみたいなことを言ってたんですけどまあ、やっぱね過去にもあのドラマのねことで。 こう圧力を与えてましたといわゆるやめじゃにの草なぎさんがドラマやったと思うんですけどそこに対して激怒の話であるとか、まあ、いずれにしてもそんな中でごちゃごちゃの状況の中ですね感激を縫うように絶好調のゥー b ーですけれども新たにまたね新メンバーが増えますよということについて今回はやっていきたいというふうに思います。 はい、えー、まずはですね、現代さんの記事になりますけれども、ジャニーズ CM 打ち切りラッシュの中、看板タレント、木村拓哉にも大手企業は見切りをつけ出したということですね。で、日本マクドナルドは現行契約の期間満了後は、更新しない方針明らかにし、日産,企業あ日産自動車は、ジャニーズタレントとの新規の広告契約を結ばないと発表したということで、まあ、ジャニーズ切りに走りましたと。 いうところですねでマクドナルドに関しては何なんですかねなんかま木村拓也さんもやってたんですけどなんか他のタレントなんかジュリーさんお気に入りのタレントがなんか入りそうになってそこで揉めたとか過去にあったような気がしますけどもうジャニーズで決まりみたいなところだったんですかねいずれにしても、まあ、そこの企業はですね あの見切りをつけたっていうところになっていてですね。まあ、日産もね。まあ、木村拓哉さんを目にした cm っていうんですかね。もう撮ってたと思うんですけど、まあバンバン切ってるという状況ですかね。はいで、マクドーナルドのテレビ cm は木村のデマを減らしていき、まあ表現している広瀬すずさんだけを残すという噂が業界にありました。っていう感じで。まあ、今回はもっとスピードアップ感がしたっていうところですかね。まあ、元々切ろうとして。 というところなんですけどまあ3月に BBC の話がありましたからまあ賢いところはうまく切ろうとしてたと思うんですけどただやっぱねなんかねそのジャニーズ事務所の影響力がでかすぎて切ったら切ったでねもうお前んとこに出さねえぞとかやられちゃうと困るのでうまくやろうとしてたっていうところもあるんじゃないですかねまあその辺はね、まあ、どんだけ影響力強かったかって話なんだと思うんですけどで日産は2020年から、えー、ブランドのアンバサダーとして木村を起用というところですかね えっと今年、あ、同年8月からやっちゃい日産幕開け編のテレビ CM をスタートしていたっていうところですかね。まあ、CM 自体はやるんだけど契約満了の際に改めて判断というところですかね。はい。だから一応続くかもしんないわけで。だから 企業側にしてみる、企業側の視点からすると、いや、ジャニーズ事務所をやめてくださいみたいな、<laughs> やめて別のとことか個人事務所でやってくれれば、ほら、CM は続行できるんだけど、みたいな含みを持たせて,てますよね。はい。っていうところですかね。 まあいずれにしても先日の記者会見を受けての判断というところですかね。マクドナルドは人権尊重を定めた行動規範とかですね、日産は人権尊重による基本方針ということで、まあまあ、えー、っとですね、あらゆる企業は人権というのを盾にしながら、まあ、ジャニーズ切りに今言ってるというところですし、まあ、特にグローバル企業はこれ、切る以外の選択肢はないですよね、正直ね。今あるものを、まあ、ある種続けるだけでもリスクあるような話だと思うんですけどね。はい とというところですかね。で木村拓哉さんの商品価値や工藤静香との結婚で人気に限りが出て終わったという見方が業界内にはびこっていたというところですねところが意外かもしれませんが SMAP 分裂解散騒動でそれが一点再浮上したと。へでジャ,ジャニーズ残留をファンや世間から悪者扱いされていましたけど、えー、芸能関係者からは称賛される声が実は上がったと。 で今も昔も一部大手芸能プロが業界を牛耳るのは日本の芸能界というところでそこから独立するタレントを容赦なく切り捨てる一方ヤクザの親分ならぬ、まあ、忠誠を誓い続けるようなタレントは優遇されるというところで、まあ、それによって返り咲いたっていうのが木村さんっていうところなんですかね。だから人気がが陰りが見えてたののにに、まああるるるる種種事務所に残るある種スマップさんのメンバーを裏切るけど まあ事務所を選んだことによってなんていうでしょう業界内のゲ芸能プロの方々からはああもう、まあ、裏切んなかったらえらいえらいっていうふうに言うことでまあなんかそれを見るとなんかねその後のなんか重用のされ具合がジャニーズ事務所だけの力じゃなくてそれ以外の力も働いたって考えるとまあよくわかる話ですかね。だから彼が出る 映画とかになんか各界のスターたちがバババって出たじゃないですか確かねまあそういうのは影響してるんですかねってなるとまあやっぱりジャニーズ事務所だけの問題じゃないんすかねはいではいでジャニーズでは剛腕とされた子メリー喜多川氏と工藤静香氏ですね嫁さんの方が、まあ、強いラインで結ばれていたほか工藤もジャニーズと並ぶ大手芸能プロ所属というところで まあ、ジャニーズとは競合関係にありますが、タレントに自由に振る舞われて、メンツが立たなくなるような場合には、結託すると、まあ。ジャニーズと競合って言うけどね、アイドルグループはあんだけ独占してやっててね、競合のしようがないとは思うんですけど、俳優の部分ではね、当たるかもしれませんが、あえっ、ー、と、そして、 騒動後は草薙剛ら独立組新しい地図の3人を干して木村をもう一度売り出そうと示し合わせたともっぱらですという感じでねまあそう考えるとねやっぱり事務所だけのジャニーズだけの力じゃないよねってのはよくわかる話ですよね。はい、でこの新しい地図の3人のテレビ出演に対し圧力をかけた疑いで公取がま注意されたっていうのが2019年ですかね。 まあまあ、まあ後でえっとでそれ以外にもね、えー、圧力をかけて話が出てきますけどまあすざまじいことをやっていたっていうところですかね。でジャニーズの崩壊は広告業界はないし大歓迎なのではないでしょうかっていうことですかね。これまで大手クライアントの意向にも立てつき自分たちの主張をご利用してくるので知られてますから関わったもののほとんどが辟易するって感じですね、まあ、要は、えっとまあ、ある種ね。 芸能事務所としては当然なんですけど、ジャニーズはなんか自社のタレントのブランドを守るために、まあ、結構言ってくるって話がありまして、その背景にまあこういった人気メンバーが他に現れるとその力を使ってるっていうので、まあ、あんまりななんていうん結構態度がでかいっていうのは有名だったらしいんですけど、それはなんかこうタレントさんの立場になるとプラスだけど、でも使う側からすると使いづらいっていう状況にあって、それがかなり増長してたっていうのは間違いないんでしょうね。だから業界が まあ、そういった意味において、歪んでいたっていうのはあるので、まあ、これで、まあ、正当なこう、ね、競争になるんじゃないのかなっていうふうに思いますよねです。ですし、ジャニーズ事務所側としてもそんな感じでやりたいような方向性になっていくんじゃないんですかね、はい。というところですかね。まあ、という感じで、まあ、経済界はどんどん切ってるし、えーと、これは車のニュースさんですけど、業界の方でもね、まあ、この話が、まあ、すごくこう大変なことになってきたな、みたいなところですかね。はい という感じですかねまあ、日産さんとしてはかなり期待して木村さんをまあ当然起用したんでね、まあ、ジャニーズ事務所に所属してなければってのはあるかもしれないですけどはいでえっ、ー、とこちらは東京商工リサーチさんの記事ですけれども、えー、と所属タレントの広告企業の見直しもジャニーズグループとで取引先は226社1割強が上場企業というところですね。 だから今、グローバル企業から切ってってますけど、上場企業もまあこれにまあ多分追随すると思われるので、かなり1割強は切られると。あとは、国内対応の企業であるとか、あ,あるいは、要するにグローバルっていうかね、海外ってあまり取引がないところについては、今後もわからないって感じですけど、ただ、よほどのオーナー社長で、 なんかすごい判断ができなければ世の中の流れに流されてしまうので、まあ、多分こういっ、まあえー、切っていく流れがね追従するというかあのビジネスと人権のねやっぱの考え方がやっぱ強力でその企業が自社の、えー、人権だけを守るだけではなくて取引先の人権も守りなさいじゃないですか。でジャニーズを 起用し続けてる起用があったとしたらそこに対してやっぱりどうなってのお宅みたいなことになっていくわけですよね。であの P&G みたいにまあ結構でかい会社だとそのせなんか一応取引は続けるけどジャ,ジャニーズ事務所に物申していくよって改善を求めていくよっていうふうにできるとこはいいんだけどそうじゃないところはうんなんか一応これまでの取引、ま、があったしお世話になったから今後もみたいなあるいは中小 企業っていうか、まあ、そこまで大きくない企業はそれやっていったときに、他の大手がそことは付き合いはちょっとできないよねとか、そっちに傾く可能性があってですね、まあ、これはもう、まあ、時間の問題だと思うんですけどね、はい。という形で、まあ、これはどん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 崩れていくんでしょうね。だから、まあ、10月にね、新体制って言ってますけど、前倒ししてあらゆること早く発表していかないと、全部崩れるって話になるんじゃないかなと思ってますね、ジャニーズ事務所。はい ですかねまあそんな流れの中ですねまあ、当事者の会がですねちょっと、まあ、それ請求じゃないかみたいなことを述べてるって話ですけどねまあ、ここについてはまあ当事者の会とかはまあ関係なくまあき切りに行ってるっていうかねまあこれを訴え続けてきた側からするといやもっと早く分かってたじゃんみたいなこんな急に動くなんてみたいな気持ちとしてはあるでしょうね。そして 急に動けば動くほど、まあ、衝撃が大きくて、ファンの皆さんの攻撃がどうしてもこ、なんていうんですかね、その、いやいや、わ悪いのはジャニーキタ多であり、それをあの黙認してきたジャニーズ事務所もあり、それからテレビ局とかね、まあそういうところの方が悪いので、そっちに攻撃が行けばいいんだけど、そうじゃなくて、当事者の会の方になぜか文句を言うっていうかね、誹謗中傷が集まるっていう現象があってですね、いや、本当にね、ひどいなと思うんですけど、まあでもこれをやっぱりちょっとね、 言わなきゃいけないぐらいの状況になってるっていう感じなんですよね。本当ひどいなと思いますけど、はい。 でそして、こちらはですね、デイリー新庄さんがですね、なんかスクープっぽく出してきたんですけど、あの <laughs>、えーっとですね、カンテレで以前、草薙さんのドラマが出ましてあ、ようやくなんか地上波復帰の流れだねみたいな話があったと思うんですけど、これもしかも、草薙さんみたいなめちゃくちゃ実力ある人で何年もかかってようやく出れたって感じなんですけど、それに対して、ジャニーズ事務所とか激怒してたって話で、おーみたいな。 また圧力出てきたみたいな話があるってとこですかね。まあこういうのはね、これからどん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 出てくると思うんですけど、えー、っとですね、まあ、今回の会見を受けてある民放関係者はこんな本音を吐露するというところで、民放テレビ局は視聴率が取れるウレッ子アイルドなどのキャスティング権をジャニーズ事務所に握られていると。で、この両者の関係は対話や意見交換で改,ざんで改善できるほど生優しいものではありませんと。えー、テレビ局側の忖度をなくすためには、 えー、他のメディアが目を光らせ具体的な例につ,、えー、ついて報じて表沙汰にするしかないっていう感じでまあ完全に上下歓迎でいうと上ですよねジャニーズ事務所がねまあでもね先日もご紹介させていただいたなんかほら昔のテレビ番組「ザ・ベスト10」の「 1>, 1位を、じゃあ、の、テレビ局側の人がですね、あと何週1位にしますかって言われて、あと2週よろしくみたいな、ね、それジャニー氏が答えてたって話もから出てきてる通り、いやー、もうかなり強い立場にあるっていうのは、まあ間違いなさそうですね。そこからさらにどん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 事務所として大きくなってるから、ね。っていうぐらい、まあ状況になってて、ただ、もうスポンサーさんがあそこまで引いてるとね、時間の問題だと思いますけどね、だってドラマだってお金かかるから、 そうやってスポンサーさんがつくでしょ。で、ジャニタリ出てるんだったら、うちはもう,う、あの、スポンサーつかないよって話が普通に出てくると思うんで、まあ、こんななんか忖度も何もなくですね、まあ、崩れていくんだと思うんですけど、まあ、えっと、まあ、とにかくそれくらい、まあ、ちょっと関係性が深くなってて、もうどうにもならないでしょうね。なんかみんな、なんかすげえ、泥船に乗ってんのに気づかずに、 気づいてるんだけど、もう降りられないって状況ですかね。いや、すごいなと思いますけど。はい。テレビ局だって、生き残りのために、ジャニーズ切らないと、スポンサーさーと同じく切らないと生き残れないのに、っていう状況だと思うんですけどね。はい。で、 えー、テレビ側の、まあ、忖度の実例として、えー、と今との1月から3月にかけて、フジテレビ系列で放送されたドラマ、罠の戦争ですね。これ、私、全部見たんですけど、めっちゃも面もかったですね。久々にテレビのドラマ見たって感じで。はい、で、そして、えー、と主演は元 SMAP の草なぎ剛さんで、えーと、制作は関西テレビであるというところですかね。で、ジャニーズ事務所を退所する前に放送された、まあ、シリーズのね、まあ、3、 最新作っていうことで、まあ、人気があるんでねもっと早く作りたかったんでしょうけどまあまあいろいろジャニーズ事務所辞めてガチャガチャの中でようやく出せたという感じですね。はいね、まあ、すぐやろうって話があったのがようやくかかってできたって感じですね。はいでカンテレの制作がやりたいっていうのを富士が次期総称としてストップする状態が続いていたっていうことですかね。でしかし21年に草薙さんがミッド・ワイト・ソナンで日本アカデミー賞の最優秀 男優勝を取ったことがきっかけとなって、まあ、富士も大きい本出したというところですかね。はい。で、えーっと、そしてシリーズの3弾の放送決定が発表されたぐらいの早い時期から富士にクレあ事務所、ジャニーズ事務所はクレームを入れていたと。で、万宣のために草薙さんが、士の番組に出演した際も、ジャニーズの担当者は、士に文句言ってました。圧力かけてんじゃん <laughs> 関係ないじゃん。だってね、自社のタレントでいろいろ言うんだったらまだいいけども、う辞めた人でしょ関係ないじゃん。やっぱり辞め、辞めた人を許さんぞっていうのをやってんじゃんみたいなね、話で。本当につい最近の話じゃないですか。で、そして、で、それでもなんとか放送にこぎつけて、ドラマも評判良かったということで、問題はここからだということで、えっ、ー、と、このドラマを放送したことで、えっ、ー、と、ジャニーズ事務所におけるカンテルの位置づけが最低リンクまで落ちてしまったと。 いうところですかねそれを心配したカンテレの上層部などの忖度チームがジャニーズに対して、えー、火曜夜11時台の30分の連続ドラマ枠を差し出したというところですかね。で具体的には無向こう2年間1年間に2クールずつ計4クールで、まあ、ジャニーズタレントの主演ドラマを制作放送することを約束したっつってて、まあ、こんなの知らねえよって言ってれば今となればですねいやようようカンテレは頑張ってねって話になってたわけなんですけど いや、もう、こんな忖度してたらですね、まあ一緒だねっていう <laughs>、せっかくね、あの草薙さんのドラマで好評を得たのにね、と思いますけど、もうちょっと頑張ればよかったんじゃないだって BBC やってたんだからね。はい、と思いますが、ね。で、今、今後もこん、この約束を本当に守るのみたいなね、スポンサーさんは逃げるよ、みたいなね、感じだと思うんですけどね。はい。っていうところですかね。 はい、という形の中で、まあ、ジャニーズとまあズブズブの関係性でやっていくみたいって感じで、まあ、こういうのを繰り返しなやっていろんな、まあ、こうキー局か何かこう支配に立ったっていうこところなんでしょうね、まあ、すざまじいですけどね、うん、テレビ局は本当に <laughs>。はい、っていうところですかね、うん、まあ思うんですけどねなんかいろいろ見てて、まあ、こういうのやってんのはジャニーズだけじゃないんでしょうけどテレビ局がやっぱり。 何て言うんだろうな、力が落ちたんでしょうね、簡単に言うとね。昔はね、そういった、まあ、争いっていうのがたくさんあって、その中でテレビ局がもうこう、頑張って勝った時代もあったわけなんですけど、もう完全にひっくり返された状況にあるというところですかね。はい。はい でまあ、一応、えっと,です、ね、カンテレとかジャニーズにいろいろ聞いたところ、まあ、それについては否定しているという感じで、まあ、そうでしょうねというところなんですけど、まあ、ジャニーズに関して言うとです、ね、いや、圧力やめるんだって言ってる以上です、ね、こういった圧力を与えた事実についてもちゃんと認めていかないとです、ねあの、やっぱり改善されないんじゃないかなと思いますけどね。はいまあ、っていうところで、まあ、ひどいという感じで、まあまあ、続きについては本紙の方をぜひご覧くださいという感じですね。はい はい、っていうのありまして、まあ、そこに対してやっぱりおかしいんじゃないかというところで、安住アナとかはですね、キャスティングに関するルールは作るべきだということをまあおっしゃってるっていうまあ感じですかね。はい でえー、とメディアと芸能事務所、特にキャスティングに関するルールはぜひこの機会に禁止事項などルールをしっかり作るべきだと思っていますと語ったとっいうところでね、まあ、あの曲穴でありながら、まあ、おいさんになったらしいんですけど、それをまあ言えるっていうのは、ねまあ、素晴らしい方なんだろうなって思ってますけどね。と、はい、いうところで、そして、えー、とそんな中、ですねジャニーズから出ていった方々が今、まあ、ものすごい絶好調ということでね。 とはいえまだなんか、ほら、民放とかいろいろ出てるわけじゃないんでね、まあ、それもなか,なかなか難しい状況にあると思うんですけど、いずれにしても、まあまあ、あの本来であれば、本来であればっていうのかな、ジャニーズ事務所が元気だったら、干されていたかもしれない方々が、まあ、頑張ってますと。で、そもそもそういうのを前提として出てってるから、まあ、テレビとかね、そもそもあんまり頼るつもりがないと思うんですよね。まあ、そんな中で世界を見据えた動きが続いてるわけなんですけど。 はいえー、とこちら、モデルプレスさんの記事でね、えー、2B に新たなメンバー司令塔公開で反響続々っていうところですかね。まあまあ、もうなんか、もうなんだろう、2B は、まあ滝沢さん自身が、こう匂わせじゃなくて、な,なんていうんでしょうね、こう匂わせてること自身をなんか、まあ、予告編として捉えてくれって感じでしたっけ。まあとにかく、匂わせて何もやらないではなくて、まあ大体みんなが気づいてくれるように匂わせる。あ <laughs> の <laughs> っていうところでまあまあわかりやすいこう、ね、予告編みたいなやつが出るんですけどそうですねで 2B がですね滝沢さんの、えー、と公式 YouTube にて9月17日19時から生配信することを発表予告動画も公開され反響が寄せられているということで、まあ、今までもね、まあ、大体想像通りの方々が出てきてるっていうことから考えるとやっぱりあの人だよねっていう感じですかねはい。 で、えっと、7月においてはですね三宅健さん、平野翔さん、神宮寺優太さん、それから7人組グルレム IMP とかの合流発表というところですね。で、次4ですね。4では赤い靴を履いた足元の画像を公開というところですかね。はい。で、えっと、これについてはまあまあもう最近ね、えー、グループを卒業し、ジャニーズ事務所を退所した北山さんだろうなということが言われているわけですけどね。はい。 っていうところですか、ね、まあまあ本当に明暗分かれたってまさにこのことでヤンカだって 2B だってね潰されていたかもしれない話だし、まあ、あとはその国内だとちょっと難しいかもしれないから YouTube で頑張るそして海外に向けてどうやって頑張っていこうかまあでもそれやるにしたってそのなんて言うんでしょうねお金かかるじゃないですか。 そののいろんなものを作るにあたってね特に海外に向けて爆発的に入れようとしたらまあミュージックビデオを作ることから反則からいろいろ考えてめちゃくちゃお金かかるけどどうしようっていう形の中で、まあ、ジャーニーズ事務所が凋落している中みんながボンボンボンって出てきてでそしてファンクラブも作ってですねそこで安定的な収入を得ながら戦っていくっていう賢い戦略をしていてでなおかつジャニーズ,ジャニーズが凋落していってるから下手すると、まあ、地上波にも出れるかもねっていう状況が続いてるんですけど。 ただ一方で、なんかね、もうその、こう、恨みの厄さっていうのか、ジャニーズをやっぱり応援していた方々が、もう,こうなんか潰れてもらったら困る、もうっていう感じの、グわーみたいなのがあちこちに、こう、八つ当たりのようにバンバンいってるわけですね。それこそ、ね、被害者に対して誹謗中傷っていうのはまさにその現象だと思うんですけど、で、それは多分、いつしか滝沢さんとかにも向くような気がしてて、今はもう攻撃してる人、攻撃してる人いるんですけど、 なんかね、まあ、そういうのもあるから下手に地上波出るっていうよりは今まで通りの戦略で、まあ、普通に頑張っていくのがいいのかもしれないですけどね、まあ、いずれにしてもですね相変わらず絶好調というところでまあなんか本当に本体の方は大変な状況になってますけど、まあ、こちらの方は絶好調という感じですし、まあ、そもそもジャニーズもですねジャニーズを冠したまま頑張るって言ってるわけで、まあ、そうすると結局 2B と一緒で地上波っていうか国内で頑張るの諦めて <laughs> あの国内っていうのかなファンクラブ対応とそれから YouTube とか世界に向けて頑張るしか残ってないんですけど、まあ、ちなみに世界から拒絶されると思うんで、まあ、そうするとファ,ンファン相手にコンサートだけ頑張る物販頑張るしか残ってないと思うんですけどね、まあ、どういう戦略なのかよくわかりませんけどねはいまあいずれにしてもですねあの新しい光ですよねまあなんかな,かなかなかこう成功 事例をやっぱりこう見せてるような気がしていていなおかつだってこれ実力勝負でしょトゥービーさんがやってるってことはねで他のジャニーズのタレントもまあいたまんま難しいと思った普通に出ればいいわけでそうだからそんな縛られる必要はないんですけどねまあでもジャニーズが業界全体縛ってきたからまあ自業自得みたいなとこありますけど出てまあ どうなるんですかね私2パターン考えてて大体上と下から抜けると思っててまあその実力ある人たちはどっかの段階で出るんだと思うんですよギリを果たした段階でね、うん、であ,あんまり今抜けると逆に叩かれるか出にくいでしょうけどある程度出やすい状況が整ったら出ると思うんですよでそれは力があるから人気があるから、まあ、なんだかんだやっていけるみたいな人は出てきますとであともう一つはそういう人たちのまあバーターじゃないけど が作ってくれた仕事に、で、まあ、生まれていた仕事がたくさんありますよね。で、それが一気になくなっていくわけだから、下の方からも抜け,抜けるみたいな感じで、なんか、中途半端な位置の方々が結局残るんじゃないかなって推察してるんですけどね。はい。その辺については、まあまあ、どうなるか分かりませんし、ジャニーズそのものが、まあ、素晴らしい改革を提案してくるかもしれないんで、そこについてはよく分かりないところありますけど、えー、現状においては、まあまあ、それは開約祭りだろうなっていうところですかね。はい。 とりあえず以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。